はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、レッグレイズよりもしっかりしたバラに効かすことができるペケトレというのを一緒に3回やっていきましょう。たったの3回です。この3回することで下腹をしっかり引っ込める筋肉が身について、姿勢の改善ができるため、反り腰やぽっこりお腹というのがですね、解消されて出てるお腹が引っ込んで姿勢が正しくなります。通常レッグレイズといえば、寝た状態で足を動かすんですけども、その時に足を上げてる時は腰がついて、足を下げる時に腰が浮いてしまう。そのようにやってしまうと、足を下ろした時に腹筋の力が抜けて腰が反れてしまう。そうなってくると下腹に効いてないです。で、今回はそうならないためにしっかり腰をつけた状態をキープできて、足をしっかりゆっくり動かしていきますので、レッグレイズよりもかなり下腹に効かすことができます。そして上半身も少し動かすバージョンですので、腹筋の下腹だけではなく腹筋の上部も同時に鍛えることができます。ですので、通常のクランチとか行うよりも今回のペケトレの方がですね、腹筋の上部、下部両方鍛えることができますので、一石二鳥としておすすめです。ではやり方を説明します。はい、たったの3回と言いましたけれども、1回につき足を下ろす、足を上げるっていうのを10秒ずつ行います。ですので1回につき20秒間動きますので、3回といっても計1分です。はい、ペケトレ、名前の由来の通り足と手でペケを作ります。ここから今腰がしっかりついた状態になってます。というのも足を上げている、上半身を起こしていますから腰がしっかりついた状態です。ここから足をゆっくり下ろしていくんですけども、手はその分万歳をしていきます。腰が浮かないようにです。ここから同じように戻っていきます。ゆっくりゆっくり上体を起こしながらペケです。10秒かけて下ろしていきます。10秒で上がっていきます。ここまで足を上げてください。もし膝が曲がってしまう場合は少々 OK です。ですが、できるだけ膝を伸ばしておいてください。今のペケトレを一緒に3回やっていきましょう。下ろすの10秒、上げるの10秒です。しっかり腹筋に力を入れた状態でキープしてください。ではいきます。ラスト。お疲れ様でした。たったの3回、お腹に力が入ったまま、たったの3回ですけども1分間お腹に力入れ続けてます。ですので下腹にしっかり効いたと思います。レッグレイズもですね、もちろんゆっくり動かせば今みたいに効くんですけども、ですが腰が浮いてしまうっていう場合はお腹の力が逃げてしまうので、今みたいに上半身を上手に動かしながら、腰が浮かないように足をゆっくり動かしながら、お腹の力が逃げないように行うことでしっかり腹筋に効いてます。たったの3回ですけどもね、5回10回もちろんやっても OK です。ですがお腹の力が弱くなるにつれて腰が浮いてきますから、腰が浮いてしまう前でやめた方がいいです。腰が浮いてしまうとですね、もう腹筋に効いてないですし、腰を痛める原因になりますから、腰がね浮かない程度の回数でやめてください。で、これをですね2セット3セットもちろん行うのも効果的なんですけども、腰が浮いてしまうと意味がないので、腰が浮かないように何セットかに分けてやってもらえたらと思います。
でもちろんこれをですね、やった次の日っていうのはお腹が少しキュッと引き締まります。ですが追い込んだ場合に翌日お腹の力が抜けてますから、翌日お腹が出てしまうという原因が起きてきます。ですので毎日お腹をキュッと引き締めたい場合はですね、毎日適度に行うことがポイントになります。ということで、頑張ったか勉強だろう、よかったらグッドボタン、コメント、シェアもよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、これからも少ない回数短い時間で効くエクササイズを載せていきます。ですので短い時間で効かしたい、効率よくトレーニングをしたい、そういった方はチャンネル登録しておいてください。動画の更新の際にですね、チャンネル登録の横の鈴のボタンを押してもらうと通知が行き止めます。ですので基本的には9時ぐらいにアップしますけども、違う時間にアップすることもありますんで、よかったら登録の横の鈴を押してもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。